本田太郎君。はい、本田君。おはようございます。自民党の本田太郎でございます。本日質問の機会をいただきありがとうございます。まずコロナ感染で亡くなられた方に哀悼の意を表しますとともに、現在感染されている方にお見舞いを申し上げます。また豪雨で亡くなられた方にも心から哀悼の意を表する次第であります。新型コロナウイルスと豪雨災害という二重の苦しみに対し、政府としても最大限のサポートを引き続きしていただきますようお願いを申し上げたいと思います。時間も限られておりますので、早速質問に入らせていただきます。まず、九州のように現在のコロナ禍の中、災害が起こりました場合、宿泊施設がある地域では部屋の提供などご協力をいただいて、ある程度密を避けることができるかもしれませんが、中山間地域で宿泊施設がないような地域では特に密を避ける対策が困難だと思われます。そうした状況を前提に、この度の豪雨において避難所のコロナ感染防止策はどのようになされているのか、そして対策における今後の課題は何か、こちらについてお尋ねをいたします。はい、平内閣府副大臣。はじめに今回の豪雨災害によりお亡くなりになられた方々にお悔やみを申し上げ、被災されたすべての皆様に心よりお見舞いを申し上げます。現下の新型コロナウイルス感染症の状況においては、避難所における3つの密の回避など感染防止に十分留意する必要があると考えております。これまで避難者については避難所へ到着時や開設後もですね、健康チェックをすることや、パーテーション等により避難所のスペースを十分に確保すること、発熱等のある場合はですね、専用スペースに滞在することなどについて自治体に対して取り組みを促してきたところでございます。九州における避難所の感染症対策についてはこうした取り組みがおおむね行われていると承知をしております。また政府においては非接触型体温計やパーテーション等をプッシュ型支援により被災地に向け順次発送しておりまして、今後も被災地のニーズを踏まえながら感染症の防止のために必要な支援を行うこととしております。また今後の課題でありますが、避難生活が長期化することが予想される場合は、3密を避けた生活環境を確保する観点から県や宿泊団体等と連携をし、ホテル旅館等の活用について調査を行うなど感染症防止対策に努めてまいりたいと考えております。本田太郎君。はい、ありがとうございました。この度の豪雨災害はですね、おっしゃるように長期にわたる可能性がございますので、その点目配せをいただきながら対策を綿密に練っていただきたいと思いますので、よろしくお願いを申し上げます。次に、今回のような災害時には救助に当たっていただいている方も多数に上っております。こうした救助する側の方々の感染の有無の確認方法や、また救助者の方々の間での感染防止策はどのようになされているかも併せてお尋ねをしたいと思います。よろしくお願いします。はい、どなたが答弁されますか。平内閣府副大臣。すみません、先ほどまとめて答えてしまいましたが、感染防止、感染者のところのですね、検査は各省庁のですね、主体が、責任を持って対応するということになろうかと思います。で、今後の対応としてはですね、PCR 検査の体制も踏まえながらでありますが、例えば私の事務局長、西村大臣がヘッドを務めるですね、コロナ対策のテックチームで接触確認アプリをリリースをさせていただいておりますので、そういったものを活用しながらですね、しっかりリスク管理をしていただきたい。さらに今後、ボランティアなどの募集なども始まると思いますが、これはですね、自治体のニーズをですね、よく把握しながら、またその対応するですね、団体からガイドラインも示されておりますので、しっかり情報交換しながらですね、対応してまいりたいと考えております。本田太郎君。はい、ありがとうございます。
救助に当たっている方々も同じように、コロナ感染の、まあ、危険にさらされながら頑張っておられるわけでありますので、そちらの方々への目配せもよろしくお願いしたいと思います。次に、東京を中心に、コロナの新型コロナウイルスの感染者数が増加をしてきております。私は京都北部が地元でございますが、私も地元を回っておりますと、特に中山間地域が多いわけでございまして、そのような中でも特に事業を営んでおられる方は、今後ですね、緊急事態宣言や自粛要請がどのようになるかということを非常に気にしておられます。そうした状況の中、ぜひその点の見通しについても見解をお聞かせいただきたいと思います。地域によって主たる事業をなさっているメインの事業は違うと思いますが、私どもは天の橋立を抱える観光業が非常に多い地域でございまして、緊急事態宣言が出されてから非常に苦しんでおられます。大変な苦しみの中、さらに、まあ、自分たちの地域にお客さんは来てほしい、だけれども感染の多い地域から来られるお客様に対しては心配があるという相矛盾した心情の中で、それでも生活を維持していくために事業に邁進をされているという状況でございます。どうかその点も踏まえながらの見通し、または政府の考え方をお示しいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。西村国務大臣。お答え申し上げます。確かに足元、東京を中心にですね、感染者の陽性者の数が増えておりまして、ご懸念もあるというふうに思います。先日6日の日にですね、新型コロナウイルス感染症対策の分科会を開催いたしまして、この目下の感染の状況について専門家の皆さんにも分析いただき、確認をいただきました。確かに東京がですね、増えているんですけれども、その陽性者の中では30代以下が約7割から8割、4月のピーク時には3、4割でありました。非常に比較的若い方が陽性になっている、感染しているということであります。したがって中には重症化される人もおられますけれども、非常に重症になる方が少なくてですね、東京で今、重症者の方は8人であります。ピークの時は93名ということで、まあ、かなり改善をされています。医療の提供体制もですね、したがって逼迫をしていないという状況であります。そしてこの感染者を検知をする PCR 検査の体制も、3月、4月は非常に逼迫をしてですね、すぐに検査すべき人が1週間、10日かかったような事例もございました。現在はスムーズに検査を受けれる体制が整ってきているということでありまして、したがって緊急事態宣言を発出した4月上旬の状況とはですね、かなり違うということで、ご認識を共有をしたところであります。この数が増えているのもですね、二次感染を防止するという観点から、積極的にですね、症状がなくとも、まさにバー、クラブなど、接待を伴う飲食業の方々に検査を受けてもらってますので、連日、2、30名が検査を受けているような状況で、その中で、当然、陽性者が分かってきていますので、その分も増えているという、そういった状況もあります。したがって、4月のような、上旬のようなですね、緊急事態宣言を行うような状況ではないということを確認をしたところであります。ただ、他方、やはり感染経路が不明な割合も一定程度ありますし、それからまだ少ないとはいえ、中高年の感染者の方もじわじわと増えている部分もありますので、ここは危機感を持ってですね、対応しなきゃいけないというふうに思っております。そして、そうした状況の下で、いわゆる休業要請など、施設の使用制限につきましては、各都道府県知事が判断をしていくことになりますけれども、例えば鹿児島でですね、1店舗、まさにこういうお店でですね、80人を超える感染者が出たがゆえにですね、鹿児島県知事は全県にバー、クラブなど接待を伴う飲食業について休業要請、いわゆる休業要請を出されたところであります。こういったそれぞれの都道府県知事の判断をですね、私の立場でサポートし、調整をしていきたいというふうに考えておりますが、まあ、現時点ではですね、とにかく国民の皆様には手洗い、マスク、消毒、こういったことを徹底していただくこと、3密の回避、このとにかく
感染防止策を徹底をしていただきながら、経済活動と両立を図っていくということが大事だと思いますので、ぜひそういった取り組みをですね、もう一度国民の皆さんにもお願いしながら、徹底をしていければというふうに考えているところであります。本田太郎君。はい、ありがとうございました。こちら、先ほどの答弁でですね、緊急事態宣言、すぐに出すという状況ではないということをおっしゃられました、理解をいたしたところであります。そして、各都道府県知事のそれぞれの判断によりまして、今後も適切な対応をされるということでございます。都道府県という単位ではもちろんでありますけれども、私も本当に地元7市町を抱えておるんですけれども、選挙区にございますが、回っておりますと、その市町によって全く受け止め方が異なっているという現状を感じました。町によっては非常に怖いので、もうみんななかなか集まってお酒を飲むこともないというような地域もあれば、市長さんがですね、率先して、うちの町は感染者もいないのだから、経済を回すために地域の飲食店をしっかり使っていこうということで、飲食を市長さんも自ら外でされるというような姿勢を取っておられる自治体もございます。こういったように、さまざま地域によって受け取り方、感じ方も違えば、対応の仕方も違うということを肌で実感しているところであります。こうした地域の実情をですね、市町村が知事にしっかりお伝えをし、そしてその受け取った各都道府県がまた政府と調整をされながら、その地域の皆さんが経済活動をしっかりできてですね、生活に困難をきたすことのないように、ウイルス他方で新型コロナウイルス対策も万全に取っていけるように、そういった施策に向けてですね、引き続き私もできる限りのことを尽くしてまいりたいと思いますので、どうぞ政府におかれましてもその点のサポートをよろしくお願い申し上げます。以上で私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございます。次に枝康幸君。早かった。委員長。はい、江田君。はい。